まあ、本当ちょっと回ってぐりっと、で南へ90度回ってください。90度、ごめんなさい。体験できる可能性が高くなります。では組リーダー、組副リーダーの方は1世帯あたり1枚の避難者名簿を配布してください。アンケート用紙及び、ペンシルは全員に配布してください。世帯代表者の方は避難者名簿の記入をお願いします。また本日は訓練ですので、氏名、住所、電話番号等の個人情報は正しく記入する必要はございません。外に出かけ、いろんな、時に、地震は起こります。そんな時に、どんな、対応をしたらいいか、これ基本があります。これを今日、北小の小学生3人と一緒に、勉強したいと思います。はい、それでまず、地震が起こったその時はまず総理を確認いただいて、そして自衛隊の皆さんや本当にいろんな各種団体の皆さん方にも今日こうしてご出席をご協力をいただいて本当にありがとうございます。高い世界でありますが心から感謝申し上げる次第であります。今日私ここへ来るときにふと思ったことがあります。皆さん今日ここにお見えになったなるときに何を想定してここにお見えになりました。例えばですよ、能登半島1月1日の日に地震があった、それを想定してこう今日ここに来ていただいたのか、その9月の集中豪雨による災害を想定してここにおいでをいただいたのか、多分それぞれ皆さんの思って見えるその災害っていう、まあ防災災害っていういろんなものに対する考え方っていうのはそれぞれの皆さん方がそれぞれ全部違って見えるんだよ。4年生林達也さん、4年生熊崎彩乃さん、4年生菅みどりさん、5年生海老名宗也さん、5年生大脇さすけさん、5年生加藤瑠璃さん、6年生塚本壮馬さん、お願いします。はい、以上で表彰式を終了いたします。続きまして、
組ごとに移動時間を含め各ブース13分程度で回っていただきます。各リーダーに従って行動してください。ブース1建物全壊は10万棟に上るという被害が予測されます。